はい、では鳥の中に行きたいと思います。ここらね、大きな岩があって、その先が景色もいいみたいですけど、ここで一応手水になっていて、そちら側に拙者があって、でこのちょっと割れ目みたいなところを登っていくみたいですね。皆さんそんな感じで登ってますけど、それが合ってるかどうかは私もよくわかんないです。なんとなく皆さん、なんとなくこの位置を登ってますね。大きな岩がありますけど、街がもう一望できますね。ここが多分最初にこう祀った時の祠の跡みたいですね。どうやらそちらは一応のお社がありますけど、不思議な感じで雰囲気が入ってたりしますけど、いいとこですね。こちらが、御神体、まあ、山自体は御神体なんですけども、大きな岩ですね。でこの、まあ、社殿の奥側にちょっとこうくぼんだところがあるので、そこがおそらく最初に拝んだところかなと。この本殿自体は後で、基本的に奥宮はそんなにこう、こういうものがあるっていうのは、祠ぐらいはあるんですけど、そんなにこういう大きなものはないんで。では、この絶景ですね。あの街を一望できる景色がいいですね。城みたいな、一つの城みたいな石垣になってますけど、ちょっとした塔だ。杖がないとやっぱ辛いかもなんですけど中で大工さんが修理をしてますけど、カン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 、ある上げたよね俺、火災更新で、こちらの岩の奥、今ちょっと一度出てきましたけど、そちらにも行ってみてください。景色はとてもいいです。